はい、皆さんこんにちは。シンガーソングライターの堀内圭三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださいましてありがとうございます。本日2024年8月18日日曜日、今日はサマソニー大阪2日目万博会場に来ております。そして今ここはどこで話してるかと言いますと、万博公園の中にありますこの池があるんですけど、そこで、この1人2人3人4人で漕ぐこういうボートみたいなのがあるんですけど、あちらの方に映ってるかな、アヒルさんとか、このクジラさんとかあるんですけども、今日は私一人で来てまして、で今日は11時20分からの、ナンバーアイのステージがもうこれが目的で今日はチケットを取って来させていただきまして、もうナンバーアイのステージ最高でした。3人が出てきた瞬間、本当私なんかもう気がついたらなんか涙が出てまして、うわーと思って、本当にあのスーパースター3人がなんかもうステージに出てきてくれた、なんかそんな感激で、なんか気がついたらおじさんなんか泣いてました。ただ予習動画準備動画でも話してた以上にむちゃむちゃ熱くて、結構始まる前に私の後ろ私の前、そしてナンバーアイのコンサート中もちょっと具合悪くなって救護班に助けてもらう方がおられたりしたので、まああれぐらい本当になんかこう、まあ、準備をしていただく覚悟をしていただく動画をアップさせていただいてよかったと思うんですけど、なかなかやっぱりこの真夏の、夏フェスサマソニーシニア層にはちょっときついのではないかなと思っております。で私はナンバーアイを見させていただいて、でその後続く平井大さん、そしてスーパービーバーまで、ナンバーアイが終わった時に前方の方でやっぱりナンバーアイの目当ての方がたくさんもうちょっと後ろに下がられたので、あちょっとずつちょっとずつ前に行けて、平井大さんスーパービーバーと前の方に行けたので、もう後ろに下がることなくそのまま前方で、なんとか頑張って、そこまで、まあ、2時半3時前かな、そこまで頑張って見させていただきまして、今ちょっと休憩させていただいて、で今夜帰ってからもう一度ナンバーアイのなんか感想動画を撮らせていただこうと思うんですけども、やっぱりこのステージを見た直後、そしてまたこの真夏の万博会場の、まあ、この暑さの中で、先ほど感じたこう感動というのがやっぱり家に帰って冷静に話し始めるとまたこう違った感じになるので、まあ、ステージ直後感想動画としてお話ししたいなと思って、どこかなんかこう皆さんの邪魔にならない静かな場所を探してたんですけど、なかなか見つからずに、この時間結構なんかこう公園のいろんなところ木陰なんかにも避難されてる方がおられたりして、でパッと見たら池に、もう今あんまり今日はサマソニー目当てで来られてるからほとんど乗っておられる方おられないんですけども、これなんて言うんですかね、池でこのデートの時とか2人で漕ぐボートなんですけど、あこれでちょっと池の真ん中の方に行ってお話しさせていただこうと思って、ボート、まあ、一人であんまりこれ乗ってる人おられないと思うんですけど、さっきアベックの人も近づいてきて、私が一人でなんか動画を撮る準備をしたら何をされてるんですかとちょっと不審があっておられたんですけども、いや今からちょっと動画を撮るんですって言ってお話しさせていただきました。一人で今クジラさんのボートに乗って撮らせていただきます。で今日はやっぱり、まあ、ナンバーアイの3人の何より私は歌声、いつも言ってますように私はやっぱり歌声に惚れて、そこからなんかこうすごくなんかアーティストを好きになっていくんですけど、まあ、スノーマンの目黒蓮さんなんかもメメのなんかこう歌声に惚れてどんどん好きになっていたんですが、このナンバーアイの3人の歌声は、ビオンはサイドの楽曲の中での3人の歌声になんかちょっと惚れ込んで、そこからまあナンバーアイに興味を持って今回まあサマソニー出演が決まったので、まあ、これは行かなきゃいけない、そんな思いでまあ参戦させていただいたんですけども、今日生で初めて生で聴かせていただきましたナンバーアイの3人、平野翔さん、岸歌さん、神宮寿太さん、3人の歌声3人とも素晴らしかったです。もうこれお世辞抜き忖度なしでお話しさせていただきますけど、3人とも素晴らしいし、特にこの例えば岸君が歌い始めて神宮寿君がついで、そして3人目に、
翔くんが歌い出したりした時のまた翔くんのあのちょっとハスキーで存在感のある歌声がまた生きてくるので、この3人の組み合わせ、歌声っていう意味でも3人のこの歌声の組み合わせ、ラップをなんかこう語る時の3人の歌声、声がやっぱり素晴らしいなと思って、今日はもう本当に生で、ナンバーアイのステージ、そしてまたナンバーアイの3人の歌声を聞かせていただいて本当に良かったと思いました。で、私は結構前の方で見てたんですけど、私の感じるところは全曲、生声でかぶせみたいな音源も私はなかったと思いましたので、私は全曲生で歌唱されてたと思います。で、昨日の、サマソニ、東京の初日と同じく、ゴートで始まってスクエアワンノーイエス、そしてちょっとチルイっぽいということで、ちょっとくつろぎ系でバナナブロイオカバーを歌われて、そしてまた後半3曲畳みかけるようにフジボン、そして再びゴートときまして、そして最後、新曲です、明日配信ですとおっしゃられたかな、稲妻っていうことなので、昨日の、東京での、サマソニ初日と全く同じ、セットリストだったと思うんですけど、まあ、本当に、この声の素晴らしさに本当に感動いたしましたし、私楽しみにしてたブロー・ユア・カバーもなんか気がついたら私なんかちょっと涙が出てるぐらい、感動したステージになりました。もう本当に来てよかったと思いますけど、まあまあ本当にむちゃむちゃ暑かったです。で、昨日も今日もこの大阪サマソニに感染された方とお話ししてたら、やっぱり昨日より今日の方がはるかに暑いですと、昨日今日と大阪参戦された方のお話を聞いたらおっしゃってたので、まあ、今日の方もさらに暑くなったと思いますし、ナンバーアイのステージ11時20分からなんですけど、まあ11時から12時にかけて、まあ、この辺り11時12時1時、まあ、一番暑い辺りやったと思いますので、私の周りでも2人3人とちょっと具合悪くなられて、まあ、救護班をみんなで呼んで、助けていただけるような ところがあったんで、なんか、ね、具合が悪くなられかなったらいいのになと思います。せっかくまあでも何倍も楽しみに来られてて、あのまま救護の方に行かれてちょっと聞けなかったら残念やなと思うんですけども、なんとかね具合が悪くなられたらいいかなと思っております。そして今ちょっとまあ休憩してまして、午後5時40分からのバウンディさんのステージをちょっと楽しみにしてて、で今朝アップさせていただきました動画で、まあ、可能性はかなり私は低いと思うんですけど、ただその新しいアルバムの、翔くんのソロ曲をバウンディさんが楽曲提供されてるので、よくこういう夏フェスなどでフェスでその同じ日に出演になったりしたら、なんかそういう関係性の方がゲスト出演される、コラボ出演されることっていうかのが結構稀にあるので、まあ可能性は薄いと思うんですけど、バウンディさんのステージでもしかしてスペシャルゲストナンバーアイ平野翔となんか紹介してくださる奇跡の瞬間が来るかなっていうのも、まあ楽しみに見届けさせていただきたいなと思っております。今夜帰りまして、また改めてもう少し冷静にところどころなんかメモしたところもあるので、そういったもんはお話しさせていただきたいと思うんですけど、まずは初めてナンバーアイを見させていただきました。大阪サマソニ2日目8月18日日曜日、もう本当に素晴らしかったです。もう間違いなく世界に通用するこのアーティスト、もう今もそうなっておられると思うんですけど、そして楽曲がすごくやっぱり和のテイストを入れておられるので、絶対に海外で通用すると思いますので、ここからしっかりと見届けさせていただいて、またぜひナンバーアイの、まあ、ソロのコンサートもぜひ参戦させていただきたいと思っております。まずは速報ということで、本日生で初めてこの大阪サマソニ2日目で見させていただきましたナンバーアイの、ステージ直後に、どこかお話できるところを探してたらなかなかないんですけども、池に浮かんでる、こういうちょっと可愛らしい、これが、クジラやったかな、で乗りながら、ちょっとお話しさせていただきました。じゃあこの後もバウンディさんのステージ、そして、まあ、マネスキンの途中ぐらいまで見て、最後まで見るとちょっと帰りづらくなるので、そのあたりまで見届けて帰らせていただいて、また今日のサマソニーナンバーアイのステージの感想動画を撮らせていただきたいと思います。まずは速報としてお伝えさせていただきました。ありがとうございます。ナンバーアイやっぱり最高でした。本当に来てよかったです。生まれてきてよかった。
れてきてよかった、君と出会えたから。